はい、どうもみなさん、こんにちは。<laughs> えーっとね、今日、一応今、7月20日木曜日の、えー、朝、7時40分なんでございますが、非常にちょっとまあ、おめでたいニュースと、えー、まあちょっと、いろんなニュースが入ってきてるんで、ね、まずおめでたいニュースから軽く紹介していきたいと思います。えー、お笑いタレントの、あの、痛い女シリーズでいいのかなえー、横澤夏子さん、27歳の誕生日に、 えー、かねてから交際していた男性と結婚したということでね、まあおめでたい <laughs> ニュースが入っております。一応今日は結婚したのかな、もう。まあ、えー、会社員の男性29歳と結婚したという、ね、発表だったんで、まあおめでたいかなと思います。まあ横田さんって言ったらね、あの、なんだっけな、あのー、なんだっけな、巨人の選手がいた合コンとかにも参加したってなんか、なんだっけな、 あのトンネルズさんの番組の言ってたような気がしたんでね。まあ今回はバースデーコンが、まあ、うまくいったみたいなんでね。まあちょっとそこはおめでたいかなと思います。でまあそんなおめでたいニュースはね、えー、ちょっと短く、えー、終わるんですが。えー、っと。えー、まあ巨人の山口投手。まあ、横浜から今年 FA イスでた山口投手が1軍、えー、登録を抹消されたということでね。 え、まあ18、えっ、ー、と、いつだっけ ?19 日に抹消されたみたいなんで、まあ、10日後の7月29日土曜日までは、まあ一応、復帰できない見込みなんでね、一応、その、えー、警視庁目黒署に、えー、目黒署は、一応、その、病院の器物損壊と、えー、警備員に対する障害のね、被害届を受理してるんで、まあ一応、和解するのか、どうかわかんないですけど、まあ一応、このまま行くと、間違いの傷害罪で検挙か、 まああとは器物損壊で、まあ軽い罰金刑にもなるのか、ちょっとわかんないですけど、そこは。一応でまあ山口投手が抹消、えー、と、<laughs> 一応なっております。なんだろうな。まあそもそも山口投手ってなんだっけ横浜からね、今年 FA 移籍して、横浜戦で先発した時もすっごい部員が浴びて、で、今回誕生日の時に、なんだっけな、えー、っと、自分の誕生日に酔っ払って、なんか手の甲を怪我したらしく、その病院でドア壊して、警備員、 を怪我させたとということでねまあ、なんだろう。まあ、なんだろうね。やってることはほぼ、あの、サッカーの前園さんとね、同じみたいなことなんでね。まあ、今回はもう、今年半年間のね、自粛でいいんじゃないですかね。あの、なんだっけな。えー、っと、あの、賭博やった選手が、1年間かなんか棒に振ったんで、まあ、今回はもう、歴史とした障害と、まあ、器物損壊なんでね。まあ、今年いっぱいの残り5ヶ月か4ヶ月は、 復帰しないでおとなしくしてればいいかなと思います。そもそも巨人はあの、ここ何年かでね、FA とかトレード結構失敗してるんでね、金使ってる割には。まあ、今回それが本当にもう露見した形になって、まあ、ょっと、巨人からしたら、まあ、吉信監督も本当に身体危ないさなかね、選手の、まあ、こういう犯罪なんでね、まあ、今季無理なのかな、吉信監督来季は。<laughs> と思っておれます。で、えっと、もう一個。 まあこちらは悲しいニュースより、ああ、やっぱりこうなるんだということでね。えー、森友学園、経営再建困難に、破産手続け移行か。解説できなかった小学校の建設費などで債務超過に陥った学校法人森友学園の民事再生法による経営再建が困難になったことが昨日19日分かり、えー、完済人が民事再生手続けを打ち切り、破産手続けと移行する可能性を、主の主要な債権者らに伝えたと。 え学園は4月民事再生法の適用を申請し、大阪地会が破産手続き開始を決定した。んマジかえ。関係者によると、負債総額が30億円上る見通しで、学園側の最大のえ財産は小学校校舎だが、土地は国の所有に戻っており、関済人は国有地と校舎を同時に第三者へ売却できる国に働きかけていた。実現すれば国のえ、国への現状回復費約10億円も不要になる。 ただ財務省の通達で国有地売却には3ヶ月間公募する必要があり、一方約8億円の出引きをめぐって会計計算員の検査が続く中、国有地売却の動きが進んでないと。まああの、ゴミもね、まだま少し埋まってる状態なんでね。まあ、一応なんだけど、詐欺かなんかでもね、あの森友学園の関連保育園にガサ入れが入ってるんで <laughs>。まあ、そうなるともね、あの人はもうきつい身分かなと思います。 でも一応ねこれがまあ朝の主なニュースなんですがえー、っとえマジえもう一個いいニュースが入ってきました2020年東京オリンピックの野球日本代表と監督してプロ野球ヤクルトに日本ハムで野手で活躍した稲,稲葉さんあの元日本ハムの人 え今、テレ朝の、えっ、ー、と、古舘さんが前にやってた番組から野球解説やってた人、一応ね、まあ、2 0 1十年東京オリンピックでの監督決まったことなんで、え19日までに拡なってみたいです。え侍ジャパン協会委員会は、今月末までの決定目標に監督の人員を進めていた、複数の関係者と選定作業を大詰めの段階で、次週一杯に発表される見通し、とのことです。まあ、なんだっけ古舘さんが前にやってた、今、えっと、毎週月曜日から金曜日の,あの夜10時頃からやってる、あの、ニュース番組。 まあスポーツコーナーで言うと、あつ森ってあの騒いでる。あのニュース番組でね、まあ稲葉さん野球のコーナーとして出てるんですけど、確かね、えっと、前の野球担当者が工藤さん、で、その前が栗山監督ということでね、まあ一応栗山監督、今は工藤監督なんでね、確か古舘さんがまだいた頃は、えー、監督ぜひなってもらいたいと言ってたことなんでね、まあ、まあなんだろう。一応ね、まあ、 ちゃんとした12球団の監督じゃないんですけどまあオリンピックでね日本を背負う監督ということでね、まあ、稲葉さん決定したみたいなんでまあちょっとおめでたいかなと思いますテレ朝としても <laughs> あとは <laughs> あとそんでまあ一応ねまあ今日のおめでたいニュースはここまでとしましてえー、また 教師が生徒に対する、えー、体罰。まあ、はっきりとね、まあ、障害罪が露見したんで、えー、これだけちょっとお知らせいたします。7月19日、ああとだから、昨日、昨日から今日にかけて、まあ、いろんなところでニュースやってるんですが、え、こ、今月10日、宮古島市内の小学校で50代の男性教諭が、小学6年生の男子の顔を複数回平手打ち、まあ、これは確か3回かな。え、3回平手打ちし、尻を受ける体罰を加えていたことが分かった。で、男子生徒は唇を切ったほか、 頬と横腹にダボ行為、病院で手当てをしてるという。で、一時学校へ住んだが、えー、18日、えー、火曜日から登校してるということです。で、学校は14日に全児童の保護者を対象にした説明会を開き、事情を説明し、謝罪したと。で、えー、なぜこの教育員、えっ、ー、と、この男性50代の教育が逮捕したかというと、えー、バレーボール部、あ、体育館の掃除かなんかの時に、あのー、 部活動で使ったバレーボールかなんかの用具が残っていて、男子児ではしを挙げた。だから実際に男子児関係なく、この教員の思い込み。で、一応その、なんだろう、う、まあ、ニュースにも出てるんですけど、え教員は12日からえ自宅待機となっており、まあ、20日の、えー、今日ですね、今日の臨時会でえ対応を決める方針とのいうことです。一応ね、まあ、電話で保護者に敬意を伝えて謝罪、まあ、電話じゃなくね、校長をまとめて、自宅にあんまり行くのが俺は筋かなと思っております。 で、えー、この件に関しまして、えー、ちょっとお待ちくださいえっ、ー、と一応、えー、宮,ん宮古島でいいんだよな宮古島市教育委員会の宮国教育長は体罰はあってはならないことで申し訳ない児童のケアと保護者にしっかりと説して納得に対応していく、まあ、今回はね100% 教師の勘違いで生徒をあげ、あの、体罰をあげたってことなんでね。まあなんだろう、50代の男性教諭ってことなんで、まあ約40年前の学校生活で言うと、まあ、スパルタ教育は多分日常茶飯事だったと思うんですよ。正直言うと。だからそのなんだろう、えー、っと、もしね、その、今例えばこの50代の男性教諭が自分がその学生あ、小学校時代、中学校時代、教師に体罰された親に言っても、それは多分昔の時代だから、俺はその、手をあげ、上げた教師が悪いんじゃなくて、その、 手を挙げられることでして生徒が悪いとなったんですよ、多分。だからその自分が暴力を受けた中、その教育で今回多分やっちゃったと俺は思うんですよ。一応ね、今のところ謹慎処分してるってなってるんで、まあ、なんだろうな。間違いなく、まあ、なんだろう、教員免許剥奪とまではいくのかなまあ今回はそのなんだろう、100%教師が悪いんで、まあ、なんだろう、この宮古島市内のね、えーえー、と被害者の男の子がね、まあ、 訴ええちゃえばね確実に障害罪ででこれは捕まるんでなんだろうこういうね、バカな教師を野放しにするくらいなら俺はもう、そのなんだろうまあ、この男性教師50代のね、家族には悪いですけど、まあ、父ちゃん父親が、まあ、旦那父親がね、まあ、傷害罪で逮捕。ってなった方が一度ね、まあなんだろう一度こういう体罰あげた教師は絶対何かやるんですよ。正直言うと。 で、まあ、えっ、ー、と、それに関してね、まあ、体罰の根本とね、乗ったのが、えー、とこし教育委員会。一応、これはまあ、男性教員はね、禁止にしてるみたいなんですが、えー、それに関してね、なんか、ツイッターとかフェイスブックで、まあ、ちょっと、面白いネタが出てきたんで、えー、それ、ちょっとまあ、実名交えて、今回ちょっとね、あのー、報道しちゃいますあ。報道っていうかまあ、動画にしちゃいます。あ、ちょっとお待ちください。えー、その前に、 1>, えー、1個だけ面白いニュースがてき面白い失礼しました、えっと。ちょっとまた体罰の、えー、ニュースができました。カビの生えたパンを食べさせた女性教員がいたと。えー、2015年度、福島県の第一小学校で当時1年生の担任だった女性教員30代が給食でカビのパ生えたパンや古い牛の児童に食べさせたことが、えーまえー、町の教育委員会の取材で分かったと。 つい先日も、えー、だから、えっ、ー、と、2000、今月、えー、今年の6月頃えー、富山県の、えー、やべしえー、小矢部市でいいのかな私立小学校で女性教諭が、給食のおかずを児童に無理やり食べさせ、おう吐させるという事件があったってことみたいです。あったみたいです。だ今年入って、一応、えー、まあ、教師による体罰は、まあ、4件目ということで。えー、一応、この、まあ、 福島県のね、まあ、カビ、えー、カビ生えたパンを食べさせた教、えー、女性教師は、えー、30代。で、えー、雇用形態は臨時雇用で、現在採用期間を記し退職。勤務先の学校名は福島県、鏡島み町違うか。ちょっとわかんないですけど、一応ね、まあ字で書くとこういう調律の大調学校になっているみたいです。<laughs> 一応、小学校側は事実の見に行き過ぎた指導。まあ、これは間違いなくね、指導ではなく体罰です。カビ生えてるんだから。 その、俺が小学校の頃も、その、給食食べる女子生徒が遅いと、その、食べ終わるまでね、まあ、残させたっていうね、女性教師が一人いたんですよ。ちょうど俺が小4小6の時の担任生。で、俺その、小5小6と給食委員会をやってて、その、なんだろ。あれって全クラス終わってこないと、あの、委員会をはあの、仕事終われないんで、結構ね、そういう意味でその、給食ね、一人だけ残させるっていうのはね、正直いい迷惑だったんですよ。 本当に。で、まあ一応今回、まあ、所沢市の、えー、話に戻りますと、えー、40代の男性教員に関しまして、えーと、ツイッターでちょっとね、面白い画像を見つけまして、えー、まず、モザイクかかってない動画を見つけたんで、えー、先にそこにこちらをお知らせいたします。モザイクかかってない動画,、えー、画像がこちらです。 山口小学校の報道、かっこのクラスですについて、娘に詳しく教えてもらいました。娘曰く、その児童は頻繁に友達に嫌がらせをしていた。先生は言葉で起こる暴力をやったことがない。少なくとも娘を見たことがないと言っていました。え飛び降りるのについては、その児童が新聞を破り、それを他のクラスの子にやれと言われたからと言ったのを、先生がやると言われたら何でもやるのか、飛び降りろと言われたらやるのか、やらないだろう、うやったらいけないことをやると言われてもやらないんだよという話らしいです。 で、ええー、こ34人だけど33人でやっていこうの発言については、その児童が後ろの席のこの鉛筆削除を取ったらしく、帰りの会で話をして、したらしいです。で、娘役お友達のものを取らない、それをやめないとクラスに一年になれません。治るまで33人でやっていきます。きちんと直したから戻ってきてください。とのお話があったそうです。えー、で、この保護者曰く、 え保護者個人の意見として、威圧的な話し方をする先生なので、苦手な先生なのですが、このような問題の取り上げ方に疑問を感じます。両者の言い分を聞きたいですので。で、娘の話に確実な証拠はないですが、やったらいけないことをやると言われてもやらない。お友達のものを取ると受け入れてもらないという話には納得できる部分もあります。え不安を煽るような記事の方に憤りを感じました。まあ、なんだろう。やったらいけないことをやれと言われてもやらない。お友達のものを取ると受け入れてもらえないという話に、あ、まあ、 友達のね物を取ったりそういうことに関しては俺も納得できる分はあるんですけど何だろうまあたかが新聞破ったぐらいでねその怒る教師も教師っすよえっ、ー、と一回会ったのがなんだっけな俺が中学の時そのなんだっけなまあ各クラスにねその当時から問題児が何人かいてまあどちらかというと俺も問題集の部類なんですけど で、その時に何かの紙を引きちぎったのが A っていう生徒で、で、本当はやってない B っていう生徒が問題児で、で、その時 B っていう生徒がやってないのに怒られて、まあ、ちょっと授業が中断して、で、まあその生徒はまあ廊下行ってまあ帰っちゃったんですけど、だ結局その、なんていうのがね、教師の先入観も、俺はその生徒を悪化させる要因だと思ってるんですよ、正直。で、まあ今回この、えー、これがね、Twitter で流れてたんですけど、で、もう一個、このね、画像みたいなのを見つけまして、で、 えー、それがちょっとね、モザイクが薄かったんで、まあ、今回ちょっとこれ、実名報道に、ね、してはいけないと思うんですけど、俺ちょっとね、それは出したいと思います。一応これなんですが、えー、ちょっと軽い画像しか載ってないんですけど、えー、山口小学校の報道について、娘に詳しく教えてもらいました。で、ここ一応ね、名前のところモザイク入ってるんですけど、うっすらわかるんですけど、これ、右端のところ、ちょうどここなんですけど、あのここの、ここの部分。これね、所沢かいって見れるんですよ。で、えー、これに関して、俺はその、なんだろう。<laughs> まあこの画面が俺、Facebook だって分かったんで、完全に。で、俺もその Facebook のアカウント持ってるんですぐに Facebook で調べたんですよ。えー、っと、あ、違う、Twitter で調べたんだ。失礼しました。えー、っと。ちょっとお待ちください。えっと。 えー、ツイッターでまずそんなんだろう、所沢市立山口小学校で検索した場合、まあこういうそのツイッターの画像が、えー、これですよね、飛び降りろ報道について、まあこ,のこういうピクツイッターとかでね、こういうモザイクが出てくるんで、まあこれちょっと例えばこのミクチンお料理なんとかって人のやつなんですけど、でね、これで、えっと、俺この所沢会っていうのがあったんで、えー、っとこれですよね、でこの所沢会っていうのを俺はそのままツイッターで検索したんですよ。<laughs> まあ一応ちょっとまあ馬の銀ちゃんとかねまあちょっとそういう入っちゃってるんですけど一応ねこの所沢会これ検索したらまあちょっとそれについてのまあこれはモザイクかかってる画像なんですけどこちらねえーなんだろう青い竜オスファン青い青い達青いタツオ青い達夫ファンのえー,えーっとツイッターなんですけど えー、谷山亜美山口小学校の報道、かっこ娘について娘に詳しく教えてもらいました。で、やっぱり Facebook だったみたいで、俺はこれを Facebook で検索したんですよ。えー、まあ、谷山亜美と検索すると、まあ、その、なんだろう、結構ね、いろんな方が出てきたんで、ちょ、まあ、こんな感じで、谷山亜美って検索すると、まあ、こういうふうに結構一覧で出てきますんで、 ちょ、ま、それで検索して人物にしましたら、ま、一人だけね、埼玉県所沢市のこの方が出てきましたんで、ま、この方の画像をちょっと見たんですよ。ま、こういう方らしいんですけど。ま、子供さんもね、いるみたいなんでね、ま、こういうふうに。ま、子供さんもいる方なんで、でね、ちょっと下の方に行きますと、ま、確かにありました。ま、この方の息子が教えてくれたらしく、娘のクラスのことらしいです。ま、この谷山さんっていう方の娘さんのクラスで。 でもまあ結構そのコメントもね合っててまあ確かに実際シェアされてえ伸びていますツイッターでもぜかっこされててリプライン伸びています必然的にお子さんたちの格とメーカから得するのでそのったら大丈夫ですかねまあ一応まあ結構そういうニュースがあるんでねやべ腹の虫になった まあ、だけども、この保護者曰く、マスコミに対する、まあ、報道に関してちょっとの不満があるみたいです。一応ねは、まあ、ここ。えー、不安を煽るような記事の書き方。だからそこが多分、その、男性教諭が、えー、まあなんだっけな、えー、3階から飛び降り降りよと言った。で、34人のクラスをこれから33人でやっていこうというね、省いたっていうことに関して多分、まあこの女性はね、そこだけを取り上げたマスコミに関して不満があったと思うんですけど、まあ,あったと思うんですよ。 まあ実際その文面から見ると俺はそういう風に感じたんで, <laughs> で。でそのんだろう。まあ、確かにその自分の受け持ってるクラスで、あ、自分の受け持ってるクラスね、自分のね、いる子供のクラスでこういうことが起きたことに関して言うと、まあ、例えば俺が小学校の時が、小学校5年かな、確か。まあちょっとクラスで、とある女子生徒にいじめが流行ってたらしくて、でまあ、その頃、小学校の頃はもうずっと校庭でね、友達と遊んでたんで、 その休み時間の間クラスで何があったかも知らずでまあ俺は全く知らなかったんですけど今、まあ、とある女子生徒のカバンに、まあ、画鋲がつけられてたとでまあ何だろう中から画鋲が入れられてたんでまあ,あのカバンあのランドセル背負った時に、まあ、画びょうが背中に刺さるみたいな仕組みだったらしいんですけどそれもだから厚毛の子,厚毛の子とかなんか着てたんで怪我しなかったらしいんですよ、まあ、ちょうど俺の親の仲いい人の娘さんだったらしくて。 でまあ、結局、女子トイレも止められたりっていう、そういうちょっと事件が多くて、で、親が俺に聞いたのに、俺ははっきり言ったのが、その時、そのずっと休み時間なんかは外行ってたりして、全く分かんなかったんで、本当に分かんなかったんですよ、小学校の時は。だから結局、そういうふうに言うと、なんだろうなうん。その、なんだろう。俺はだから、その意見を知らないから、親には知らないって言ったんで、まあ、今回、この、えー、谷山あみさんの、 娘さんから聞いた情報あこういう風にフェイスブックに載せたみたいなんですけどもえまあ確かにそのなんだろうマスコ事実かどうかが全てはマスコミが報道しない部分もあると思うんでまあ俺はあれだと思うんですけど一応今回はねそのなんだろうまあえー一応そのえ所沢市でまあ教師が小4児童に3階から飛べる夜迫っていたまあ一応言った発言はずの事実ということでまあ問題はないと。で 今すぐ窓から飛び降りるとと以前には暴行していたっていたうことでこの暴行に関しては掃除時間中に遊んでたからまあちょっと体罰を加えたっていうのもねまあ本人は認めていてで学校が飛び降りろといった発言と暴行の事実をね認めて謝罪してるんでまあ一応そのなんだろう周りのね子供がどうそのなんだろうその生徒にほあだからそのだらこだかこの谷山さんの娘さんとかが。 その、男の子が言われてることをどう取ったかは、それはね、まあ、各、その、どういう言い方されたかはその本人のね主観なんで、俺はそこに関しては首つかないですけど、まあ、この男の子がそう感じたことに関しては、えこういうふうになってます。え今すぐ窓から飛び降りろ、命が欲しいのか、早く飛び降るなと、3回抜け出が飛び降り迫った。まあ、これに関しては、まあ、教罪に俺は当たるのかなと思います。 でも一応、このクラスは34人だったか明日からは33人でこう話したほか、以前この男子以上の背中を殴るなど暴行していた。で、暴行に関しては認めたってことなんで <laughs>、まあ、窓から飛び降ると死につながることを話したの事実ということで、まあ <laughs>、この男性教師曰く、死につながることを話したというのは、やっぱりその、娘さんの言ってる通り、まあ、例えばの話で言ったのかなと思います。で、一応、学校が飛び降るって言っ発言や暴行事実を認め謝罪し、保護者会を開く方針とのことです。 まあ7月17日で、まあ多分土日なのかなそろそろね、夏休み入ると思うんで。で、一応この教師はもう謹慎してるみたいなんで、まあ、俺はね、その前の動画で言ったのは、まあ、この教師の教員免許を剥奪と、まあ、校長のね、給料を6、まあ、6ヶ月間でも3割カットしてもいいんじゃないかって言ったんですけど、まあ、それに関しては、えっ、ー、と、この教師の免許を複に関しては意見変えないんですけど、まあ、校長はね、3ヶ月の給料があってでいいんじゃないかなと思います、一応。一応学校側もすぐに謝罪したりね、そのなんだろう、う いじめがあったとき、いじめありませんでしたっていう、その、なんだろ、否定報道ではないんで、学校側からは。一応すみません、事実としてありました。申し訳ございませんとね、学校側もちゃんと謝罪してるなんで、まあ、俺は今回に関しては、まあ、校長先生以下、その、同じ学校のね、先生たちに対する行動に関しては問題ないと思っております。で、このいじめに関しまして、ちょっと同じ、埼玉県所沢市立の学校のね、いじめに関する、その、ガイダンスみたいなのを見つけたんで、お知らせいたします。 えー、こちら、えー、所沢市立の今回おきまして山口小学校ではないんですが、えー、所沢市立中央小学校というところに関しましては、えー、いじめに関してはお互いの人権を尊重する意識の、えー、構造を図る、効用を図る取り組みや研修会の中で子どもの人権について啓発します、まあ、いじめ、未然防止のため道徳教育の充実を図り、児童の豊かな心を育みいじめをしない、させない、資質を育てますということでね。 で、もし、いじめの早期発見等に関しましては、えー、教職員の指導力の向上。あとは、その、児童が相談しやすい。一応、あとは、その、複数のね、教師で、えー、まあ、別指導、別個別指導とかね、するっていう感じみたいです。で、まあ、暴行や恐喝の事例に関しては、警察と連携して対応。まあ、一応ね、それは犯罪なんでね。まあ、それはしょうがないと思います。それで、警察との連携に関してで、まあ、えー、っと、えぇ、ー、ちょっと待ちください。 学校の取り組みとしましては、まずこちらになります。え学校だけでは解決が困難ないじめには、えー、有識者による相談体制を整えますということで、まあ、あとは児童が相談しやすいあれ、えー、枠組みを作ると。えー、で、一応、えー、なんだろう校内に、えー、組織されている生徒指導部会、教育相談部会、 会だけではなく、校内で組織するケースえ委員会、ケース会議に、校外の関係者の参加を依頼するなど、ま、いじめの解決するための包括的な体制を整えます。で、いじめの側の児童に対する指導については、全職員が聞いて、あ、これ言ったか。で、一応、まあ、この、えー、どこだっけ、学校名。 えー、所沢市中央小学校に関しましては、まあ、重大事態と生まれる事件が発生したときは直ちに教育委員会に報告校内いじめ問題調査組織を設置し調査を実施客観的事実を明確にはん、えー、伝えるとで、えー、もう1個あったのが調査をお待ちいださい これはね、その、所沢市立のどっかの小学校ではなく、平成26年、えー、今から3年前の8月、えー、2月、所沢市が作った、いじめに基本、いじめ防止基本方針の、えー、案内です。まあ、いじめの提義は、児童等に対して、当該児童等が、えー、在籍する学校に在籍している当該児童、生徒等の一定の人間関係による他の児童等が行う心理的、または物理的な影響を与える行為、インターネットを通じて行うものを含むと。<laughs> で、まあ、いじめの防止として、所沢市の取り組みとしては、人権侵害である許される行為ではありませんえ。で、いじめはどの学校でもどの子にも起こり得る認識に立ち、いじめの未然防止に全力で取り組む。で、え集団づくり、人間関係づくりに向けた支援、一応ね、こういう感じで、まあ、画像も出しちゃっていいのかな。まあ、公式にね、載ってることなんで。で、ソーシャルスキルトレーニングをはじめとした、えー、なんだろう。えー、適応相談、えー、適応指導を行うともに、教育相談に関する教職員研修を継続して実施すると。 でまあ、あとはいじめの早期発見や教職員の指導助言などいじめの対処などですねで、まあ、学校の取り組みまあ学校の取り組みはね基本的に各学校によってまあ多少違うと思うんでそこに関してはね見違いにどうとは言えないんですけどまあ基本的にはね同じ枠組みだと思うんでいじめに関することに関してはでまあ一応今回はねその何だろう いじめを抑止しなきゃいけない側のね、まあ、立場の教師が、まあ、なんだろう、本当の真意はね、その教師が、あの、公にね、話さないとわからないと思うんですけど、まあ、なんだろうな。まあ、確かに、そのね、仮にでも、その、後ろの友達のね、物取ったり、そういうことをしてたらね、教師は、まあ、注意したり、指導しなきゃいけない立場にあるんで、まあ、そこは仕方がないですけど、今回はね、まあ、たとえの表現が俺は悪かったと思うんですよ、正直言うと。 まあ、なんだろう。確かに、普通のね、一般的な例えで言うと、やれって言われたからやったって言った場合、じゃあ、お前死ねって言われたら死ぬのかよっていうのもね、まあ一般的な例えなんで、まあ多分そういう親は多いと思うんですよ、俺正直言って。親とすると。でも、これをね、親ではな、教師が言ったことに関して言うと、その、なんだろう。教師は、その、仕事として、まあ、生徒の命を預かってる立場なんで、そういうね、生徒の命を預かる立場の人間が、こういう例えで死の問題を扱ったことに関しては、俺はちょっと問題だと思います。 まあ、仮に、いじめでね、自殺人が出てるから、いじめはダメだよっていうことに関してはおらんもんですけど、教師自らね、死ねって言われたら死ぬのかっていう発言に関しては、まあ、不適切極まりないね、発言だと思うんで。まあ、一応まだこの所沢市立の40代のね、男性教員の名前等が一切出てないんで、まあ、出ましたらね、即時、俺はちょっと、ね、どんどん出していきます。まあ、一応しょ、えっ、ー、と、体罰もね、認めてるんで、暴行も。まあ、一応、被害届出さない、今のところ出してないみたいなんでね、まあ、一応はまあ、 歴史とした障害罪にはねなると思うんでまあ一応そこはね、まあ、生徒に対する傷害罪の容疑かもということでねまあ名前が出次第俺はね出します正直だからまあ前の動画でもね一応ちょっと名前出したんですけどえまあセリガヤ中学で起きたあの問題でねちょっと名前出したんですけどちょっと見づらかったのかな横浜市立芹ガヤツイッター えーっとまあその時の横浜市立セリがい中学校のねまあなんだろうまあちょっと話変わっちゃうんですけどえー、っとなんだろうそのクラス分けが納得いかなかったってねまあ言った女性教員はねまあ宮本まるみっていう教師らしいんでねまあしょうがないと思うんですけど一応ねまあ今回この教師はもう7月夏休み入るんでねまあ事実上謹慎とはなってると思うんですけどまあもしかしたらあれですね あのなんつうんだろう。まあ担任外されてどっかに飛ばすか懲,あ懲戒免許か、まあ、免許剥奪食らうかまあ非常勤行進になるのかちょっと分かんないですけど。 ちょっとお待ちください。学んで,こいいかで、その今ね、何でもかんでも名前とかが完全にネットにね、一度載っちゃうと、ま、俺みたいに Twitter とか Facebook でね、簡単に検索できる世の中なんでね。まあ、そういう意味で言うと、まあ、こういう風に Facebook とかをね、やる のはまあ、危機感がねあるということだけ俺、ちょっと皆様にお伝えしていきたいと思います。まあ、一応、この、確かね、宮本まるみっていうセリガイ中学の女性教育は、確か当時20歳だったっけな。まあ、20歳なんで、そんなおばさんではね、ないと思うんで、今、ちょっと Facebook で検索してるんでございますが、そんなにちょっとまだ出てこないんでね。 うーん、そんなに出てきなこないっすよねまあでも何人かこの「宮本まるみ」って検索すると。 まあ、横浜市と川崎市に住んでる方がね、まあ、四五人出てくるみたいなんで、まあ、Facebook やってればその人たちはあると思うんですけど、まあ、今回に関してはね、女性教員の顔が全くわかんないんでね、まあ、そこだけはちょっと、まあ、確実な証拠がないんでね、俺は画像を載せないですけど、名前なんだっけな、宮本真な美か。えー、ちょっとお待ちください。 でえー、ともしこの、こういうね、まあ、俺みたいにその、なんだろう、まあ、教師の体罰とか、いじめに関してね、もし知りたい方いましたら、ちょっとお待ちください。なんかいろいろ、<laughs> ね、宮本真似って検索すると、いろいろ出てくるな。すごですね、たかが宮本真似ーって検索すると、りがい中学校とか、ツイッターいろいろ出てきますね。 まあ元陸上部の顧問か確かこの人違ったっけな。でえっ、ー、とそのまあ一応ね横浜市のセリがイ中学校のね、まあ、女性教諭ということでまあその時ちょっと俺調べたんですけどそのなんだろうもしかしたらこの教員初めての赴任先がこのセリがイ中学かもしれないんですよ。そののの横浜市の小中高の えまあ公立の学校に勤務してる教師ってその毎年移動が出るたびにその一覧で調べれるんですけどちょっとねこの宮本のまなみってやつがえ何だろうなそのどっかの学校からこのセリガ谷中学に移動してきたっていう情報がないんでもしかしたらえと中1かなんかでね赴任してきたまだ3年目か4年目のね若い教師だと思いますまああくまで目測ですけどまあじゃないとねえっと例えで言うとえもしそのね宮本ま奈っていう教師が 以前どこにいたかね、調べたいって方いました。ちょっと調べ方だけお,しお,、えー、とおっしゃします。えー、ちょっとお待ちください。えー、っとね。えー、普通に Google 検索で横浜市人事異動って検索した場合、あれ、人事異動でいいんだっけな。検索ちょっとお待ちください。えー、横浜市人事異動って検索すると、えっ、ー、と、こういうふうにね、 あ、失敗したちょっお待ちください相変わらず Google 多めねこのボロスマホちょっとお待ちください,ださい一回これ全部タブ消すか えと一応ね、横浜市のホームページでえー検索すると、横浜市の教職員の移動データが出てくるんで、こういう風に、これは一応今年の平成29年分ですけど、記者発表で、この人事移動者名簿の中にね、自分が例えば小え中学校とか小学校の頃の担任の名前あるかなと思うというのはたまに出てくると思うんで、一応、こういう情報でねまあネットで簡単に出ているんだなとお知らせいたします。 まあ一応横浜市の教員人事異動で2016とか平成28年とかでやっとくとねどんどん過去もね出てくるんでえ例えば平成27ってやるとまあほに平成27年分の過去のね人事異動ファイルが出てくるんでまあえっと例えでも開いちゃおうかなちょっとお待ちください。 えと例えで言うならばこれが一応ね俺がダウンロードしたやつなんですけど横浜市立学校の教職員でここのねページ1のところとか押すと,、えー、と何ページに飛べるっていうのが例えばこれで45とかってあ48って押すと、まあ、こういうふうに小学校の、ね、教師とかの移動が出てくるんで、まあ、基本的にこれね並び順はちょっと分かんないんですけど、まあ、一応、まあ、中学校の一般教員の移動とかもなりますで左がどこの中学校に新しく属すかで、えー、真ん中がどこの中学校から移籍したかみたいです。 で今年えっ、ー、とあそか今年の情報がいいかちょっとお待ちください <laughs> 今今年の情報で言うならば <laughs> 今年人事どうわりには93ページもあるのかあ出てきた出てきた えーまあ、例えで上から順に行きますと、えー、市場中学校、えー、3名の教師が、えー、新しく移動。夜行中は3名、鶴見中学校結構多いな、えー。7名みたいです。一応こんな感じでね、どこの中学校に、どういう教師が来たかっていうのがね、一応これで公式にわかるんで,で、まあえー、例えで言うと、今年、競りがや中学校で見ますと、セりがやどこだっけな。ちょっとお待ちください。競りがや、競りがや。競りがやってそもそも何区だ、あれ。 あ、これ鶴見区だからダメだ。で、これが江南ほどケ谷。希望合同だから相鉄線か。潮見台、金沢区、並木方面、本郷か。で、この辺があるか、緑区か。えー、っと、競リガや、競リガや。 ねえちょっとお待ちください。あっせりゃやったはずなんだけどな。 あ,あ,ありました。今年のね、セリガイ中学校の移動1人だけみたいです。こういうふうにね、まあ、えっ、ー、と、俺のこの使ってるね、PDF だと、この上の、えー、虫眼鏡のマークでね、まあ検索できるんで、こういうふうに、まあ検索できます。なのでね、まあ、自分が昔教わった担任の名前なんかもね、検索するといいかなと思います。まあ一応、えー、でもしあとその、教師の不祥事とかね、そういうの気になる方いらっしゃいましたら、えー、こちら。 ブラック教師の不祥事、長崎免職になったとかって言ってね、まあ、こういう風に、に、えー、例えば千葉県の、えー、男性教諭が女子生徒のわいせつ行為、大阪府、えー、長女に虐待して逮捕、愛知県、ストーカーで逮捕、えー、宮古島、えー、男性教諭が、えー無罪えー、関係ない生徒に体罰、茨城県で、これ下手すよね、こういう風に教員免許の、ね、執行情報も出てくるんで、まあ、例えば茨城県の水戸強豪高校の教諭、えー、高畑薫49、 陸上部顧問短距離障害、跳躍でいいのかなえ執行者免許状氏名高畑え、本籍茨城県え、高等学校教諭一種免許状工業、え埼玉県教育委員会から平成2年に付与されたえ、執行年月日、今年の6月、執行理由、教員免許、え教職、教員、教育職ん失礼しました教育職員免許法第10条第1項第2号回答、酒気帯び運転の疑いで逮捕されたことに関するえ原因みたいです。 でえー、例えで言うならば、他なんかまだ出てくるかな。あ、例えば出てきましたね。今年の7月11日、えー、島根県、えー、浜田市立第三中学校公園の藤野隆之、えー、38歳でいいのか、名前は。一、え、応、ーえー、教育職員免許、えー教育、教育職員免許上執行広告、平成29年4月11日、島根県教育委員会。 えー、教育職員免許法第10条第1項の規定により次の免許証を執行しました4月11日執行者免許証藤野隆えー、本籍地島根県生年月日昭和53年6月29日、えー、中学校教諭第一種免許状美術、えー、とあとすげえなこの人高等学校の免許を持ってんじゃんうわすっげえ中学校教諭専修免許状美術すげえなこの人 特別支援学校の免許持ってんじゃんすげえあこちらのねこの人も、えー、飲酒運転が原因みたいですバカなことすんねみんなで次のページ行くと 炎上交際防止で知人女性になりしまいしと名誉毀損で逮捕と監督が、えー、部員に体罰を起し解雇を免れる笹と胃がん退職ほう埼玉県の中学校中学高校女子一律のいや女子校のやつか和歌山市立中学校男性教諭女子生徒の体を触った準強制猥褻で再逮捕京都,京都府南部の小学校教諭教え子の女子に猥褻な行為首 <laughs> ざわみ見やがれ あらー女子高生とやったってことで、古賀第一高校のハ原ってやつが逮捕ということでね。<laughs> わ女性の胸を触った強制わいせで逮捕。東京都瑞穂町立瑞穂第四小学校の教諭。<laughs> 広島市立の小学校の男性教諭が女子中学生とやったと。えー、神奈川県愛川町立第二小学校教諭のロリコンこと佐藤翔平22歳、えー。女の子に体育かけ逮捕。 22歳で何やってんのがアホくせえほんとあら回避を着服して首アホっすねほんと皆さんまあ盗撮も盗撮かバカだな,な盗撮すんなら下着屋さん行って下着買えないのあこれひでえな埼玉県蕨市立小学校の男性教育 LGBT 在籍クラスで岡本差別発言 埼玉県蕨市の私立小学校の男性教科5年生の授業中に、誰だお構わなと性的少数者への差別を受け取る発言をしたことが分かった。授業があったクラスには実際に LGBT の児童が一人存在し、児童の保護者が学校に行く発言はこの児童に向けたものでなかったが、学校配慮を書いてあした謝罪え同校や保護者などと発言があったのは今月12日って言ってた、4月か。あ、今月、あ、先月か。え先月6月12日、社会科の授業中、今日は児童に向かってここにお構わあいるのか、誰だお構わな発言したという。 LGBT の児童は帰宅後保護者に相談、保護者は学校に抗議し発覚した。学校調査に対し教員を発言を認め、教科書の音読中、男子の1人が声色をいでふざけたので注意しようと不要な発言をしてみた。何十代だ、この教師は。蕨しか。LGBT の児童は。 えー、男女両方のせいに違和感を感じるとし、入学当初は学校やクラスメートの根実を伝えていると。発言した教員は担任ではなく、クラス内に LGBT の児童がいることを把握していたという。文部科学者は2015年4月、全国の教育委員会などに性的少数者させる児童・生徒の配慮や相談体制について十字もとに通帳を出したと。うーん。まあ、教員免許は奪かなこの人も。 あら富山市立堀川南小学校の教諭女子児童の下着を撮影するために教室に侵入また女子高生のそうか頭痛いわホンクソの男いなというわけでねまあこういう風に一人の一人複数のね教員のせいでね全員の教員がねレッテルをはられたことに関しては致、ね、し方ないと思うんですでねそうなんだろう教員による体罰が多い原因に関して言うと俺は一つ問題があるんですよ例えてどっかの学校ではその何だろう 授業数を減らして、でその分ちょっと土日とか土日、土曜日に振り分けて、えーと、生徒も早く帰れ、で、教員も残業せずに早く帰れる枠組みをしようということで、まあ、確かあれかな、土曜日の授業をするっていう、どっかの市町村か県があったんでね、まあ、そういうこと確かに教職員っていうのは、まあ、特に中学校となると朝練やる部活になると、朝も5時、6時頃から学校に来て、で朝練やって、で、そのまま授業の準備したり、まあ、 クラス受け持ってる先生になるとね、そのクラスの朝礼とか、そういうの参加しなきゃいけなくなるんで、で、逆にまあ、その学校が6時、6限で終わるとすると、まあ、大体14時半とか15時近くなのかな。9時、9時、なんどんぐらいなの ?9 時40分。どんなの俺ちょっとわかんないですけど、今。で、まあ、そこからまたね、スポーツ部になると部活がやったり、で、まあ、下手すりゃね、まあ、生徒が帰るのが夜の18時過ぎると、また教員はそこからね、えーと、なんだろう。 あの、翌日分のね、授業の準備したりで。だそういう意味では教職員って、まあ、トラブルを起こしたり、問題を起こさなければクビにならないっていうね、まあ、公務員なんで安定感はあるんですけど、公務員の中の安定感でも結構俺は大変だと思うんですよ、正直。教師っていうのは。だからまあそういう意味で言うと、その教員が、そのなんだろう、ストレスとか溜まって、 まあ、生徒にドツンって当たったりするのはまあ、人間なんでね仕方がないと思うんですけどでもねそういうなんつうの管理体制にあるオラ教育委員会とかそういう校長にもね問題あると思うんでそういう意味で言うとおらそのなんだろうまあ職場改善っていう意味で言うとねまあ教師がなるべく残業しなくて済むように部活をね早めに切り上げてあげたり朝練はね大会がある部活以外は極力なくしてあげたりするとまあ教員もね自分のプライベートの時間がね持てるのかなと思います正直言うと。 まあ、だからといってね、その、体罰していいってわけじゃないんですけど、まあ、なんだろう。まあ、教師は指導のつもりでやったかもしれないですけど、まあ、結局それは指導とはね、認められないっていうケースが、まあ、多々多いんで、ここ3年ぐらいは。だまあ、そういう意味で今回、所沢市立の、えー、山口小学校。あと、宮古島の小学校。でこれに関してはも間違いなくね、まあ、まあ、とこ、あ宮古島の方は体罰でしょうがないんですけど、まあ、えー ところざの方は、ちょっとお待ちください、名前なんだっけな。ところざの方は、まあ、谷山亜美さんって方いわくね、まあ、その子にも問題があったんじゃないかということでね、まあ、俺はその、なんだろう。まあ、正直、この人のね、投稿に関して言うと、俺は、教員がね、認めて反省してるなら、もうそれでいいじゃんって思うんですよ。まあ、俺も正直言ってね、そういう意味で言うと、動画出す必要ないじゃんって思う方多いと思うんですけど、まあ、なんだろう。 まあ正直言うと、今回に関してはね、まあ教員が悪者になってればいいと思うんで、まあ今回はその当該児童にもね、問題があるんじゃないかっていうことでね、まあ特にその谷山亜美さんのね、娘さんが同じクラスにいるんで、まあそういう意味で言うとどうなのかなまあ娘さんが同じクラスにいて問題児だと思ってんなら俺はね、まあ問題児だったのかなと思うんですけど、まあそれはね、各個人の主観なんであれなんですけど、で、ところシーズン今回山口小学校のことに関して男子生徒が一人、まあ今回の当該のね、 えー、飛び降りるって言われた子が、一人学校行ってないと、あと、もう一人女性児童、女子児童もね、一人学校行ってないみたいなんで、まあ、男子児童のケアよりね、俺は先に女子児童のね、ケアした方がいいと思います。確か、担任の先生が怖いっていう理由で学校行ってないはずなんでね。まあ、今回はね、男子児童で先にこの、担任が怖いって言ってる理由で学校休んでる、ちょっと女子児童のケアをね、まあ、市の教育委員会とかね、そういうのね、まあ、力強化してね、まあ、対策していけばいいかなと思います。 まあ、もしまたね、体罰とかそういう動画で、えー、ニュース出てきましたらね、また、随時どんどんね、もう名前出して、もう炎上する覚悟でね、名前出しておらね、もうどんどんバンバン乗せていくんで、ぜひね、また、えー、ご視聴ください。ではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました。